ワーナーハンス・エアハード創設で知られているアメリカの作家、講師。絵を1984年から1971年に運営。彼は自己改善について書き、講義し、教えた。1977年、エアハードは、ジョン・デンバー、ロバート・ W ・フラーなどの支援を受けて、国連の認定を受けた NGO である、キガプロジェクトを設立。 同プロジェクトには400万人以上の人々が参加し、字が来たアイデアとして、上の終わりを確立する目標を掲げた。1980年代に、エアハードは、フォーラムと呼ばれる新しいプログラムを作成した。これは1985年1月に始まった。またその期間中に、衛星を介して放送される一連のセミナーを開発し、発表した。これには、創造性、 パフォーマンス、お金などのトピックに関する科学、経済、スポーツ、芸術の現代思想家とのインタビューが含まれている。インタビューは、特定の見解を提示するのではなく、仕事のソースでのコミットメント、ビジョン、および影響を調査するように設計された。この多様なシリーズでインタビューされた人々の中には、マイク・ウォレス、ミルトン・フリードマン、アディスカ・ハナ、ロバート・ライヒ、 カリーム・アブドゥル・ジャバー、ダニエル・イノウエが含まれている。ありがとうございます。